ちょ、あっちゃんです。今日のあっちゃんの、雑学講だ。今日はね、1月の5日。1月の5日っていうことでね、これね、旧新年会の日って言われててね、新年会はこの日にしましょう。この日に新年会があったっていう日やねんけどもね、新年会っていつから始まって、新年会ってなんやねんって考えたことないでしょうか。新年会ってね、結構みんなね、年明けて、会社の人とか友達とか仲いい人たちと酒飲んで、で美味しいもん食べてわーっと開きって感じが新年会、まあその後カラオケ行ってってイメージあるけど、新年会ってなんやねんね。要はね、これ明治時代やねんけども、明治時代からね、1月5日に新年宴会っていうのがあって、で戦後までやってたんやって。で、戦後からはまた、変わったらしいねんけども、その1月5日から、明治時代から昭和の初期にかけて1月5日が新年宴会っていうのがあったらしいねんね。でそれのそもそも何かっていうと、新年会っていうのは元日1月1日に宴会を行う正月行事の一つ。要は元日みんなで宴会しようってよくするやんか、それのことやねんけども、正月行事で元日節会っていうね、そういう催しがあって、これってすごい歴史があって、元日節会っていうのは奈良時代の初期から行われてて、ですごい重要な儀式の一つやったんやって。で応仁の乱があって、そこからね再復興されるまでの30年間は中断されとったけども、奈良時代の初期から明治維新までの1200年間毎年元日節会っていう催しが行われとったんやって。でその元日節会っていうのは何かっていうと、要は、元日にお酒飲んだり、その前年にできた供物をいただいて豊作を祈る、催し物やったんやって。要は神事みたいな、神事というかそういう由緒正しき、恒例儀式やったんやって。でそれが明治時代から1月5日に新年宴会っていうのが行われて、でその新年宴会って何のやっていうと、新年宴会っていうのがどっかに行っちゃったわ。要は新年宴会っていうのは貴族とかね、内外の高官を招き入れて新年を祝う宴会の一つで、宮中祝賀行事の新年会が始まり、要は今宮中祝賀会ってあるやん、元日にあるやつ、元日に宮中祝賀会っていうのがあって、要は新年祝賀、国事行為となってるやん今。国がね元日に天皇、あれは皇居で、新年祝賀いうて皇居に集まってね、人が集まってこう天皇様とね一緒にこう祝うって、それは、戦後からまた1月1日に新年祝賀っていう形で国事行事になってるんやって。でその明治維新から明治初期から、戦後までの間は、1月5日に新年宴会っていうことでやってたんやって。で今は全く同じ新年宴会のやり方は一緒やねんけど、要はね貴族とか内外のね高官とか招いて新年を祝う宴会を皇居でやるっていうのが新年宴会、新年祝賀で、それが一般の民間の人たちがやりだしたのが新年会やねんて。だから新年会を祝うっていうのは、昭和の初期戦後ぐらいから元日の新年祝賀に変わったんやけども、それの名残というか、それを真似したような、一般人がやることが新年会で、なんでそんなことになったのかっていうと、新年会はね、まず一番最初にやったのが会社で昭和のね、戦後から、1月1日に変わったけども、7月5日に新年宴会ってやっとったから、これは会社でやろうと。で、何かっていうと、会社でやっぱりみんな一生懸命働いてる、ね、頑張ってくれてるから、みんなで労をねぎらおう。その頃の娯楽って言ったら、お酒を飲んだり、歌ってもうね、昭和の初期なんかカラオケとかなかったから、要はね、流行りの歌歌ったりとか、詩吟とかね、民謡とか演じたり、それとかね、そういうことをするようになって、結局会社とか仕事関係の人たちが今年の目標の具体策を共有してね、モチベーションを高めて、他の部署とかの要は会社、大きな会社の他の部署とコミュニケーションだけど、みんながコミュニケーションとって、会社が一つになろうっていう目的で開催されることなんやって、それが要は戦後の復興、もう物もない時代、みんなでこう力を合わせて復興していかなあかんっていう時に、娯楽もない。その娯楽は何かやったらお酒を飲むことです。それでやることが多くて、で、それがだんだんサークルとか親しい人で行われるような新年会っていうのになって、新年の挨拶を交わすっていう目的になってね、要は新年会っていう口実で飲み会をする、単なる口実やったに使われたっていうのが最初やねんけどもね。で、そのね、新年会って何かって言ったらね、ゲームやったりとか、プレゼント交換したりとか、あとね、特技披露したりとかね、みんなが楽しめるような新年会をしようっていう形になってるんやけども、昨今ね、まっちゃんらが若かりし頃ぐらいからね、新年会を嫌う若者が増えてきて、やっぱりね、上下関係で一緒にお酒を飲むってすごい嫌やでね、みんなね。だから新年会が嫌やと。で、もちろんまだね、昭和から平成の名残の頃はね、やっぱりセクハラがあったり、上司がね、その女子社員をウェイトレス扱いさせたりとか、ちょっとね、セクハラしたりとか、そういうのがまかり通ってた時代があって、で、それはもう高度経済成長の時代までだと、男女のね、平等化とか、もう女性の権利が強くなってきて、余計にね、新年会を嫌う風潮になってきて、最近だから新年会をせえへん会社とかも増えてきてる。で、新年会も、希望性、行きたい人は行く、行きたくない人は行かなくていいみたいな、それで何も全然後腐れもなくやれるっていうのが最近。それでもやっぱり出えへんかったら目つけられるとかもって、いやいや出てる人も多いと思うんだけどもね。だからもう今まで昭和のね、その戦後復興から本当にその新年会をね、民間でやりだした頃っていうのは、やっぱりね、その娯楽がなかったし、上下関係なしに無礼講でね、楽しめるっていうのでやったけど、今は無礼講で社長の頭なんか殴った日にはね、次の日からね、とんでもない部署に飛ばされたりすると思うねんけどねまあそういうのもね、なかって楽しくみんなでこうモチベーション上げていこうって、要は会社っていうか、ほんまに外の家族みたいなけど、今はそうじゃなくね、雇用主と雇用される側で結構ね、なんていうかな、これ以上のことを無理したら、パワハラやとか、労働基準法違反やとか言って従業員が強くなってきてるからね、ほんと新年会の意味はなしてないような気もするんだけどね。なんかそういうのよりもね、新年会に毎年何ぼか予算取るんやったら、その予算分でもボーナスに上乗せしてくれる方が嬉しいんちゃうかなっていう社員さんの方が多いんちゃうかなと思うんだけどね。新年会を楽しくやりたい人は、新年会やりたいっていう人って意外と少なかったりするんよね。で、逆に、サークルとかね、言ったら、まあ、車のね、とある車が好きな車のね、要は自分の乗ってる車と同じ車を乗ってる人たちが集まって新年会とかね、ほんま仲のいい友達だけで新年会とかいうのはあるけど、会社の新年会って意外と嫌な人多いよねだから新年会意味ないけどね、実は新年会っていうのは国の国家行事として行われてたって、1月5日に行われた。なんで1月5日なのかっていうと、それは1月4日から仕事始めで、1月4日から御用始めがあって、御用始めの翌日の仕事を始めて一段落ついて、次の日から頑張ろうねって言ってスタートダッシュを切るために、そこに火をつけるために1月5日ぐらいにするのがいいんじゃないのかなっていうのがね、始まりみたいだけども、今はね、もう1月中にやったら新年会みたいになってるけどもね、新年会の起源っていうのはもともと国家行事であって、1月1日の1月1日の宴会、ね、元日の節が始まりっていうことでした。1月5日、新年宴会なんて、知らんけども、新年会は楽しんだらええねん。いや、新年会嫌やねんっていう人いっぱいおると思うんだけどね。まあ、新年会、上司からの嫌がらせがあったら、もう行くの嫌よね。行かなくてはっちゃんはいいと思います。はい。ね、お酒は飲まされて飲むんじゃなく、楽しく喜んで飲むやと思うんでね。まあ、楽しく好きな、ね、もうほんまに気の合う仲間と新年会はいいけど、会社とかの上下の新年会とか嫌よね。あっちゃんもそういうのがあって、いろんな付き合いで生かされた新年会もあるしね、消防団入ってたりね、商工会とかでね、やっぱりその嫌なのもあったけどもね。まあ、今あっちゃんはもう結構自由になってるんでね、本当に、ね、新年会よりもね、気の合う仲間たちと美味しいもの食べてお酒飲んでわーわー言うのが一番いいんじゃないのかなと思います。はい、ということで、今日のあっちゃんの雑学、新年会とは何でしょうっていうお話、よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。